YouTube ライブ配信を開始したいいと思いますライブ配信ですので皆様からコメントをいただいたものにお返しすることもできますのでもしよろしければですね感想だとかご質問いただければ幸いでございますさあで今日の YouTube どういったテーマかといいますと質問背景美術 Twitter でいただいたご質問にお答えしていくという回なんですが、ね、どのようなご質問かといいますとこちらです見ていただきましょう。 こんんなお悩みじゃん、はい、平面的になっちゃうお皿問題、A、でこれ、まあ、どんな問題なのかというところも絵を見て一目瞭然という感じもしなくはないんですけどもねなんとなく。 作画をすするるるる方方だととと思思いいいいい当たるなななう節もある方いるんじゃないかなと思います、ね、でお皿を描こうとした時に、ね、この外側のラインを描いてそれだけだとお皿っぽく見えないからこの内側のですか少しくぼんでる感じ、ね、そのお皿の内側ラインを描きたいで描いてみた2本ライン描けばもうこれってお皿になる,お皿になるはずなのにどうに,かおどうにもなんかお皿にならずにこれですよね 平面的になっちゃううお皿が生ままれてしまうじゃあこうなった時何をして回避していけばいいのかそれをですね今回皆さんにお届けしていきたいと思うんですけどもタイトルにあります通り実はとっても簡単な方法でこれを立体的にすることができるのでねそれを皆さんにまざまざと見ていただこうと思います。はい あ、今えっ、ー、とコメントいただきましたありがとうございます。ケイトラさんです。はい、最後まで参加する時間があるかもしれませんが、あ、えっ、ー、とごめんなさい。僕の僕のねメガネ悪いんだな。<laughs> はい、最後まで参加する時間があるかもしれませんがよろしくお願いいたします。ね。 <laughs> ああ時間に突き当たることがありますなるほどなるほどあすいませんもうちょっと僕もうテンパっちゃったありがとうございます、ね、で実は今日の配信結構短いですとか言いながらお前長いんじゃないのってなるあもうこういうこと言ってるから長くなる、ね、さで今日は皆さんにこの 平面的になっちゃうお皿問題ね見ていただこうと思うんですけどもねでコメントねあの読み上げることも可能ですのでよろしくお願いいたしますさあコメントいただいたんですけども僕の目はですね縁穴みたいなものでございましてねあ何と読めばいいんだろうえちょっと待ってあのえっ、ー、とね あサイえー、サイバー・フランケンさんですね。あもう、名前覚えてたようですよね。もうちょっと僕のも、もう、もあの、何、もう何、このね、過労ですか <laughs> 過労なはずはない。老化ですね。老、え、化、ー、によりですよ。もうねじ、じあ ちょっと今、スタッフの石川さんがですね、このコメントを読みやすくしてくださった。ありがとうございます。ありがとうございます。え、最後なフランクさん,こんにちは、こんにちは、よろしくお願いいたします。さあ、で、本題入りますよ。ね、この もうその平面的になっちゃうお皿をどうすればいいのか、ね、簡単なんですよ、なんてことを今、豪語しちゃいましたけども、ね、まあ、簡単なんですよっていうものの大半は大体簡単な、簡単じゃないことがあるわけですよね。うん。果たして簡単かどうかは皆さんの判断でございます。ま当事者じゃない。ね、簡単だと判断するのは今、コメントをくださってる皆さんでございますからね。はい。さあ、で、あ、今これ画面切れちゃってるかな。 はいあ大丈夫ですはいよいしょ簡単かどうかっていうのを皆さんに判断委ねちゃいますからねはいさあプレッシャーですねイズプレッシャーさあいきますよでこの平面的なっちゃうお皿どのようにすればいいのかじゃあワンツースリーでいってみましょうかね <laughs> ねさあおっリポちゃん出てきましたよリポちゃんが言ってますこのお皿平面的リポ リつって、はいはいはい。さあ、で、そんな平面的リポ、どういうふにすればいいのか、それをワン、ツー、スリーでいきますよ。まずは一番最初、これです。ねお皿の真ん中を出そうよ。で、お皿の真ん中っていうのが一応パーツ上の真ん中なので、まあ、安易に真ん中とは言いにくいところはあるんですが、まあ、お皿の真ん中を出す。で、ツーステップ目、こちら。はい。 真ん中を下げるです簡単に言うなよって感じかもしますが真ん中を下げる感覚でこのこのねよいしょちょっと待ってねよいしょこれでしょ真ん中どんどんどんちょっと大きくしましょう、ね、この真ん中です、ね、この真ん中を下げるという感覚です、ね、根っこが出た感じですよ、ね、これが なんとなくですね、皆さんの中に、あ、なるほどとなっていただければね、ねもう、何もね、結構皆さんいける口ですよ。はい、真ん中を下げる。ねで、この真ん中を下げるわけですよね。そうするとどうなるかといいますと、この下げた真ん中、これね、下げた真ん中を中心として、また台を作るわけです。そうすると、ほら、これ、あら、 あがった、ね、えあら立体リ,リポーなんて言ってるあれれてってれですよあらもうはいもうこれで出来上がりです。簡単でしょ ね,ねまあでもほらサイバーフランクさんそんな簡単にできるはずがないよねなんとなくねあできるはずないよ簡単だって流れかもしれませんが本当にできるはずないよって思っちゃう可能性がありますねじゃあじゃあじゃあねここからですよねやっぱり皆さんに簡単だというふうに思っていただけるにはねさあなのでちょっともう一回やってみましょうこれは出来合いのものを見せられても簡単と思いにくいかもしれませんねさあではでは行きましょう うん、そうこの,どこの画像をなくすのはどうだろうなちょっとじゃあ小さくしましょうか画像くん小さくなってくれよえなんで私たちが小さくならないといけないのみたいな <laughs> あの画像は文句いやいやないと思うよさあでは行きましょう画像くんちょっと小さくなってくれたまえはいでで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 ,でさあ残ってるのはこの少し下げるってやつねはい さあ、では行きましょう。リッポちゃん、ちょっとどいてもらおう。はい。さあ、では、本当にどれぐらい簡単かやっていきましょうか。いきましょうね。ジョン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 。はい。さあ、行きます。ね、簡単かどうか、皆さんの判断に委ねてみましょう。ね、まずは、お皿を書きます。楕円のお皿。もう手書きでいきますよ。手書きでだ、だ円。ちょっと適当すぎる。えー、これね、意外に <laughs> マ、マイクの位置がね <laughs>。とか、なんとか。もう、 あれですよね言い訳なんて言い訳ないよわかるわかるよで行きますよお皿い行きますよいしょ大円行きましょう大円はい大円がいったで楕円が来たら楕円の真ん中行きましょうね楕円の真ん中きました楕円の真ん中が来たらこの台円の真ん中を下げるわけですで下げたらここを中心にするねそこを中心として円を描いてあげるとまあちょっといびつな感じになっちゃったなもう一回行くよいしょでこれなんかドラえもんっぽく見えてきちゃうまあいいやよいしょ ここで、よいしょ、こんな感じ。うん。ちょっといびつな感じになっちゃった。もう一回行きましょう、楕円。もう円、ちょっと待って。いいよ、もうね。もう楕円ツール使っちゃった方が一番早くね。早いとは思うけど、分かりやすいかどうかですよね。<laughs> まあ一回ちょっと大円ツール込み込みでやってみましょうか。よいしょ、大円ツールで。よいしょ。はい。境界線を描いちゃいましょうかえ。境界線10ピクセルぐらいにしますか。ポン。はい。ん、薄い。はい。で、この真ん中いきます。真ん中。よいしょ、真ん中でしょ。はい。で、真ん中が出たら真ん中は下げる。ここ中心にしてこ、ドラえもんに見えてきちゃった。石度さんのこと考えちゃったらダメですね。で、ここに、 同じような大円を書くんです。同じような大円ね、そうすると、ほら、もうこれね、あれ、ちょ、ちょっと待って、今の笑いない石川さんの。えー、ちょっと、これね、画期的なんだ、画期的っていうか、昔から僕やってる方法なんだけど、ね、これ、縁、えー、があるでしょ、もうこれね、ちょっと待って、あもう、Windows! <laughs> ち,ょちょっと待って、ここで大円がちゃんと書けないってよくない。よいしょ、そう、姿勢なんだよねっていうか、こう、 この画面のね、向きなんだよ <laughs>。で、これ、楕円でしょ。まあ、楕円っぽいね。楕円っぽいのができたら真ん中です。真ん中下げて、こう、楕円。ね、ここに同じように楕円を書くと。そうすると、立体っぽい。ちょっと待って。あれか。この、これが主張すぎたんちゃうんだな、このドラえもんが。<laughs> あのドラえもんってこれです。これ。でん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 ですよ。ねこ、これ、その、まだまだ出てきた。ね、これだね。ってことはだ。 あのね、レイヤーを分けるか真ん中だけそうだねそれが一番いいよねさあ行きますねそいつがノイズだ分かったね行きますよもう1回いきますでダイエンダイエンいきましたでレイヤーを分けますレイヤー変えて真ん中真ん中が出たらちょっと下げるこう下げてここにねドラえもんがいるけどね下げてこ,これちょっと待って微妙に位置を変えすぎて弱くない え変えたらダメだよねああもうああもう <laughs> ああ笑ってる笑くす笑ってるもうどうにもならないと思ってる違うんだよ <laughs> まさかこんな展開になろうとはああテンパってる前でくええー、まあまあまあカットでねでいきますよ真ん中いきます真ん中です真ん中でん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 ででそう下げてここね ここに、ドラえもんのこの下の方の口の方に、ここを中心としてダイエーんと書くと。ダ書いたらドラえもんを消すと。ほら、うーんー、10点く。<laughs> そんなはずはない。いやーちょっと待って。もう一回、あのー、ここはカットでお願いします。<laughs> いきますね。いきますよ。いきますね。いきますよ。い,いくよ。わかってるよ <laughs> え。色変えるか。うん。敷き直しでね。よいしょ。でん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 で。ここらへん。あ、いいね。茶色っぽいの大好きよ。さあ、いきます。で、お皿いきますね。お皿さささ。ささ。さ,さお皿がいきました。お皿が出たら、今度はここにドラえもん作りますね。で、真ん中をちょっと下げて、ここを真ん中にしましょう。ね。そうしたら、ここに、この、この、 下の方を中心としてこういうふうに書いてみる。ね何 <laughs> だろうこれなんかこれドラえもんの口のあの食べっ子動物の猫の口みたいに見えちゃうんだよね。よいよいしょ。さあこれでドラえもん消スト。<笑><笑>あ見えるんだよ <laughs> これそういうことじゃない。え、ね、まあそまあいいやあのねまあお皿じゃなくても例えばなんだけど よいしょこんな感じでね,ね、まあ、真ん中を出すドラえもんまた出てこよう、ね。真ん中を出したらこれでちょっと下げて例えばここを中心として少しね小さい円を描くのもありで小さい円を描いてよいしょ、ね、そしたらドラえもん消しちゃうねでそしたらここでこういう風によいしょ、ね、線をつなげてしまおうか。 そうするとほらあ、結構立体的なおわんでしょ意外にこれってコップとかを書くときも使えたりするしまあお茶碗とかもいけると思うよお茶碗いきますお茶碗茶碗 お茶碗の真ん中ドラえもんのここ真ん中で真ん中から、ね、下げるよこれまで下げようちょっと下げてでちょっと下がった時小さく円をいきます小さい円、ね、小さい円にここにもうこんなつけちゃうと、ね、そうしたらねあとはここをよいしょ。 よいしょ。なにこれ簡単じゃないここまで来たら説得力ありありでしょね、お皿にちょっとこう頼りすぎたから良くなかったかなさあ行こうか。じゃあなにフライパンあ、そう、いきましょう。フライパン。フライパン、フライパン。で、フライパンができたらドもん出てきてね。で、真ん中からちょっと下げる。ここら辺まで下げてみるね、下げたところでフライパンだから、ね、ここを中心としてちょっと 小さめみたいな感じですか、ね、そしたらねよいしょこれドラえもんなくしてあとはここをほらこんな感じでつないであげるそうするとどうだいどうだいおおなっ なんか、フライパンっぽくいけるんじゃないこれ曲がってるかなこんなに。曲がってないような気がする。資料が必要ですね。さあ、ね、あとはコップ系いけるんじゃないコップ系いこうか。うん、コップ、コップいきますよ。コップ、コップ、コップ、で、えっと、またドラえもん出てきてね。真ん中いきます。であ、違った。レイヤー間違った。<laughs> さあ、で、えー、ドラえもん出てきたよ。で、コップいん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 、グイングイン、グイン、グイーン、ああここまでいくんじゃないグイン、グイン、グイね。さあ、そしたらね、下の方あんまり大きさを変えずにいきましょうか。こんな、ちょっとん真ん中ずれてるよね。さあ、で、これ、あんまり大きさを変えずにいきますよ。ね。で、そしたらね、ドラえもん消して、で、こことここをつなげる。こことここをつなげる。そうすると、立派なコップ。えー、どうでしょう。意外と、あの、これってね、僕、なんかふざけてるように見えるかもしれないけども、 この感覚ででででお茶碗だとコップとプかを量産できるんですよ瞬間でしょある意味皆さんが何かコップ歪むよねとか円柱難しいよねと思っちゃった時にまあお皿難しいよねお椀難しいよねと思った時にこのバカみたいに真ん中出して下げてちょっと小さくやっちゃったりとかすると瞬間的に笑いながらお皿をかけちゃうってことよお椀がねこれはお得じゃない おああ、そうそうそう、ああ、いい褒め言葉、ああ、もうこれ元気いける、ありがとうございます。ね、そんな感じだと思って、<laughs> ね、そうそうそう、あえっ、ー、とね、えっ、ー、とコ、コメント、いくつかいただいております、ありがとうございます。サイバー・フランケンツさん、あ、本当だと言っていただきました。ね、で、おケイトラさん、おおー、そこができました。 来たでしょ金本さん、おわとかも同じ理屈でいける、そう、いけるんです、何でもいけるはず、いや、そのおわ系は何でもいける、あの円柱系はいけるはずで、サイバーフランケンさん、そこから書かなくて安定感がバラバラになりませんか、そう、あのそこから書く方が実は難しい可能性があるんですよ。というのが、あのね、僕の感覚的に上から落とす方がやりやすくてね、じゃあそあのやってみます下から 下から行きましょう。下から行ってみよう。じゃあ、あのコップ書きますね。コップですでん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 で。で、ここからでしょ。で、グイーンと上伸ばしていって、ここに来よう。で、ここを真ん中にして、よいしょ。<laughs> これ、わざとじゃないけど、こんな感じになっちゃう。で、あのー、変な話なんですけど、変な話とかするなって話なんだけど、あのー、円の中心を出すって、 円円かかららだと中中心心は出しやすいいけど中心から円って書き,書きにくい感じなんですよでその時に何でこれやってるかというと小さい円は描きやすいんだけど大きい円を事後的に描きにくいっていうのがあってなのであのこれお皿にしても何にしても大きい円から描いてでずらして小さの下の小さい円の方を描くとそっちの方が多分バランスは取りやすいであろうと。 思います。ね。あくまでも僕の見解ではありますが、そんな理由でやっております。ね。なので、あの、僕もね、明日の時はいろんなことを実践しておりましてね、あの、なんだかんだでうまくいかねえってことが積み重なって、僕はこれ、このやり方になってるんですけども、なので、皆さんもぜひね、もう見るだけじゃなくてね、やってみるといいですよ。ね、あの、ドラえもん出てきてもらおうね。で、この、でん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 丸があったら、でんがあったら、ドラえもん出てきてもらって、真ん中、真ん中出したら、でん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 で で、ここね、ね中心。で、下の方、どれぐらい、あ、ちょっと待って、同じレイヤー書いちゃったよ。よくあるやつだね。<laughs> さあ、で、真ん中出して、ちょっと下げて、どんどんどんで、ここに、ここ中心として、どれぐらいの大きさ描、書くちょっと大きめいきますよ。ちょっと大き,大きい、大きい、大きい、大きいよ。大きいけど、どうなるんだろうね。やってみましょうか。ね、で、ドラえもん消して、これは何だい これなんだろうねただの筒だね。いやーもうちょっとこうなんか少しこうボリューミーな感じにしてこれはチーズとかいけるんじゃないのこれ。あらチーズ作画 <laughs> の作画。ろれつがもうめちゃくちゃ。はいさあどうでしょうここまでやったらもう皆さんはなるほどねこれは簡単でしかないと思っていただけらずね、普段絵を描く方であればおそらくこの店主に乗ってきてくださるはずなんです。ね はずなんですっていう投稿がまし、お部屋な感じがしますね。乗ってきてくれたんじゃないかな。どうも。はい。さあ、そんな。 ね、あの作画の作話をしてきました、まあそれぐらいなんかこうなんだろうね気を抜いても書けるぐらいにねコップとかかけちゃったりワンとかかけちゃうとね楽しいんじゃないかなと思いますので、ね、もし平面的なお皿になっちゃう問題に行き詰まって行き詰まってしまってね自分は次のステージが見えないなって時にはこれぐらい気楽にねお皿問題を解決してみてもいいんじゃないかなと思いますよ。 はいさあ、で皆様にですね、実は今日は告知がございます。で、こ、この告知、何かというとでん、はい、こちらです。はい、さあ、背景備蓄はこの夏にですね、大きなウェブイベントを控えております。で、ウェブイベントはこちらです。<laughs> なくなった、ウェブイベント、こちら、だんだん。 たはい「あした背景イキミュージック」は「夏のクリップスタジオ講座フェス」と題しまして7月の16日7月の17日の2日間オンラインで皆様にですねクリップ クリップスタジオの講座をドドドーンとライブ配信をしてまいります。でライブ配信と言いましても、講座などは、えっと、事前収録が多いんですけども、ただ生でのイベント感のある、ね、何、まあ、て言うのかな、皆さんと交流するような時間なども取っておりますので、もしよろしければですね、これもうねクリップスタジオにちょっとこうストレスがあるんだという方にはおすすめの講座になっております。ね、でこれ2日間には 書かれて全部で12講座プラスイベント講座を行うつもりなんですけども予定なんですけどもえこれね今までなんとなく見,見逃し配信がまあ短くてという、ねまあ、皆さんからいろいろとご要望があったんですけども今回はもう2週間をバッチリと見逃し配信期間にします。で前回 えーとね全部で24口座ぐらいあって見ハシ配信が2週間だったんですけども今回は12講座で2週間なんでおそらく少し余裕を持って見ることができればそういう風な流れでいけるんじゃないかな皆さんに受け取ってもらえるんじゃないかなと思いますでもちろん講座の数が減ってますからお値段も。 リーズナブルになっておりますので、もうね、今、この機会にえ、夏休み始まるところで、ね、もう皆さんはクリップスタジオに対しては、ちょっと苦手意識をなくした状態で、ね、夏の何、何こう、作画ライフが始まるわけです。夏は楽しいでしょう。ね。で、まあ、この、あ、ごめんなさいね。でこの講座、よいしょ。 いろいろな講師さんが集って参りますね。もうどんな講師さんが。 参加されるかと言いますと、こちらね。あのイラストレーターで有名なディープブルザー先生、天下真野先生、豊子先生、平太郎先生、南の冬先生で、凸の高平先生など。本当にこう、クリスタなどをこう語らせたら、結構なすごい方々が今揃っております。特に背景というものに語らせたら、強い方々ね。クリップスタジオの名手と呼ばれる方々、または。 中さんの技術、ね、もういろいろなものを詰め込んでお届けするのがこのクリップスタジオ講座フェスですさら、ね、には、えー、カラー背景がもう本当にこうんだろうね描くのが苦手だとか、ねまあ、そんな方々が。 受けけても面白いい背景だけじゃないんですよもうキャラクターの作画などもリプ・ザ・先生にもしかしたらお願いできるかもしれないで、ね、トッツの高市先生にキャラクター見せていただけるかもしれないね、まあ、どのような講座内容になっているかはまだ詳細は公表していないんですけども6月の1日の日にですねまずはご予約が始まります、ね、でカミングスーンの講座などもあるんですがね もう皆様がこう気にしてくだされば気にしてくださるほどですね、情報が、あー出たわあ、来たみたいなのが楽しめるんじゃないかなと思いますので、もうぜひぜひ、ぜひぜひ、えー、この夏はですよもう皆様にぜひともこの背景美クのクリップスタジオ講座フェース、お届けしたい、お届けしたい、お届けしたい、3回言いましたよ。さあ、ね、さらにですね、 イラストレーターで活躍していらっしゃる酒井達也先生や、まあ、このこのねこの愛の中に入っていないもう背景美術で、えーとね、対面で講座をされてる方などはこの中に実は入ってないんですけども酒、えー、井達也先生や私マイダックスで背景美術のデジタルの講師でいらいいデジタルの講師で、ね、もうあのデジタル美術をやっている石川洋平講師。 さらには、ねあのー、なんとなくツイッターでもご存知の方いらっしゃると思いますが、中山高先生ですあのスイーツ中山もです、ね、もうこのイベントのためにとにかくいろいろと工夫を凝らして、ね、皆さんに講座フェイスお届けしていく気満々でもう今、頑張っておりますので、ね、もうぜひぜひおすすめです。 でもうスペシャルイベント、目白押しなんですよ、まずはこちら、クリップスタジオペイントクリエイター検定の対策講座、講座を、あごめんなさい、この検定を作った方がです、ね、この対策講座を行います。これは 恐ろしいことなんだろうなと思うんですけども、もうそれがもう皆さんに僕らがもう全力でおすすめしたい理由なんです。で、さらにですね、こちら、今回、セルシさんよりご協力いただきまして、ご提供いただきまして、クリップスタジオペイント EX、ワンデバイスプラン3ヶ月分を先着50名様にプレゼントになります。私、クリップスタジオ持ってるよって方でもおすすめなんです。というのが、このワンデバイスプラン、ワンデバイスを プレゼントなので例えばパソコンでクリップスタジオを入れて書いてる方があのスマホに入れてみたいね iPhone に入れてみたい Android に入れてみたいという方がそれをちょっとお試しができるんですねまあある意味で言えば外でねこうちょっとクリップスタジオを使ってネーム書いてみようみたいなものをお試しでやっていく。 見れるわけですそれでもしこれいけると思ったらもちろん、ね、こう有料版の方に行くのもいいと思うんですけどもどうでしょうこれができるんだったらちょっとねなんか試してみたかったんだとかともいらっしゃるんじゃないかなと思いますただ先着50名様ですのでここはねご注意ください、はい、さあでサイバーフランケンさんありがとうございますなるほどさっきのねこうコップね逆からいくとちょっとやりにくいっていうなんとなく見ていただけたんじゃないかなと思いますさあ雪村しろさん サイバーフレンケンさん拍手いただきました。ありがとうございます。春の講座祭りで、どの先生の講座もすごく楽しく勉強できたので、また、あっ、いきまる、先生、ありがとうございます。シロ先生とか言っちゃったもうね、所さん、ありがとうございます。もうね、ありがたい、もう。感謝しかない。ね さあ、で、まあ、こちら店員はあるんですけども、ね、こんなええ、ね、プレゼントが付きます。さらに、今回のこの会期中にですね、ワコム社製品が安くなります。ね、なので、この、なんでしょうね、今、クリップスタジオ。 で使ってるんだけども少し板たぶから液タブに移行したいとか液タブがちょっと古くなってしまったとかねまあそういうので買い替えたいなという欲望ある方ぜひともこの機会になんですね。でワコムさんの製品がお安いおそらくネット通販の何かよりは安いような形の価格帯で提供ですのでねもうこの受講されてる方すべてがこの割引の対象になりますのでね もういろいろついてくるわけですよ。で、さらに、ここにあるプレゼント以外の特典なども今、実は進行中でございますので、ね、もう今後の詳細は本当にうご期待でえ、皆さん、背景美術の公式のホームページ、ポチ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 ,ポチもしくはツイッターの公式のアカウント、ポチポチポチ,ポチしていただければと思います。 はい、で予約の開始はこちらです6月の1日の日の18時です。6月の1日の日18時が予約開始の日時となりますのでお忘れのないようによろしくお願いいたします、はい。さあ、この夏はまあまあまあ僕らとしては暑いんだろうとね、どんなに冷夏だろうが僕ら暑くいきますのでもうぜひとも。 夏の背景美塾に高ご期待でございます。はい。さ、で今日の背景美塾のオンライン配信はこれにてね失礼いたします。ねコメントいただいた方本当に最後までありがとうございました。はい。あ、フルナミトライニさんこれは今回も申し込んじゃうな。あ、<laughs> ありがとうございます。ね。 もう僕らは全力で走り抜けるそんな夏のねもうまずはこうスタートダッシュのイベントになればと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、さあでこの YouTube 配信ではまだまだこの講座の詳細などもオフェスの詳細などもねまた来週にかけてやっていきたいと思いますのでまた見てくださいねでは今日はこれで配信終了です皆さん最後までありがとうございました失礼します